なる自然はいつも驚きに満ちている。戦争後の荒廃を経ても太陽の輝きは未だに美しい。タイミングということで、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、吉光です。ゲドフォールアウト4をプレイしていきたいと思います。前回はですね、まあなんていうのだろう、まああのなんかミニッツっていう人たちを助けてサンクチュアリに戻って、あとなんかちょろちょろっと荷物が重かったんでね、整理してから私今ここにいますということで、ね、今回はサンクチュアリとコズワーズがいたんでね、ドッグミートを置いてかわいい、かわいすぎる、ドッグミートはここに、置いといて、コズワーズを連れていきたいと思います。で、最近やっと操作がまあ4話目にしてやっと操作が慣れてきた超かわいい。よしよし、さてじゃあねクエストを進めていこうと思います。これなんでサンクチュアリ行ったらね、このクエストがあったの、テンパイズの断崖の入植者、これ多分ねあのやっていくとあの人が増えていくんじゃないかな。ここが終わったクエストですか。スターでした話す、それはまあまた、これはねあのなんか街づくりのチュートリアルみたいらしいのでね、また、動画外でねちょっとやっていこうと思いますが、今回はこれダイヤモンドシティにね向かいたいと思います。さてとダイヤモンドシティは、うわ遠いな、ダイヤモンドシティ遠いね。じゃあとりあえず、ファストトラベルしていこうかな。まあまだね武器とかも何もないのでね、ちょっと下道っぷりはちょっと薄いんですが、今回そろそろね、下道っぷりを発揮していこうかなと、私思っておりますので、んフュージョンコア落ちてるじゃないか、拾い忘れてたな。よし行くぞコズワード、ちゃんと拾えるもんはね相変わらず何でも拾って売ったりね、資源にしたりねしたいと思いますんでね。家の中に入れないんだな。あこっちだってな。相変わらず画質が綺麗ですね。映画みたいな画質してるからな。ずーっと何あ死んでる、ワイルド犬が死んでる。何ウルフギャング、ウルフギャングがいるぞ。なんかないかな。天気が悪く、あ、やべ、汚染されてる。うえ。銃は違うじゃないか、トゥルーディ。その物品をよこせ、鍵があるだろう。あんたたちみたいに毒を売りつける売人にやるものなんてないね。その薬のせいで息子がどうなったか知ってるの。喧嘩してるぞ。あいつは正々堂々とそれを買ったんだ、トゥルーディ。中毒になったのは俺たちのせいじゃない。その小さな交易所を打ちまくってほしいのか。待て、アサリアさん、あんたには関係ないだろう。手を貸すとか。よし、まず事情を聞いてからだな。一体どうしたんだ。単純なビジネスの口論だよ。分かったか。トゥルーディが座ってる山積みの物品は俺への借りなんだよ。方法説得しようとしたけど、簡単に金を稼ぎたいか、手伝ってくれよ。
もう一丁銃があると助かる。それか言い聞かせて分からせてくれるか。なるほど。金を要求する。だから払ってもらわないとな。分かった。よし。払うつもりだったけど、125にするっていうのは。もっと金を要求するはオレンジになってしまっているな。さて、ここからゲドーの時だ。攻撃に参加する。それが聞きたかったんだ。ここをズタズタにしてやろう。反感を買ったコズワーズ。ちょっと待って、強いぞ。パトリック、強い。ちょっと待ってくれ。だな。待ってくれ。ここじゃなくて、回復どこだ、回復。あ、ここだ。だな。とりあえずは、ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。どうやって使えば。オッケー、これで。あとは、スティンパック。ぬかコーラ飲んで。怪我してるー。それはいいんだけど、これどうやって V を直せるんだ。あれ。生まれながらのサバイバー。何が起きた？あーって死んでるトゥルーディの件は助かった。よくやった。トゥルーディが、ビニーさん話をするのはいいんだけど、まあここら辺全部もらっときましょう。ん？何？怒ってる。はい、旦那様。よう、コズマス。よう、コズマス。旦那様。お互いの関係について。物事は変えていけます、旦那様。過去のご自分を取り戻されてよかった。今のところ他には何もない。わかりました。まあコズワーズ、この世は大変なのだよ、いろいろとな。デッキブラシがあるぞ。もらえるもんはね、何だってもらってきゃいいんですよ。ええ、この世はね卑劣ですからな。よいしょ。トゥルーディ死んじゃったね。トゥルーディ欲しくてたまらない。まあね、互いにスニーパック2個。お、結構いっぱいあるね。いただき。欲しくてたまらない。お、金庫があるぞ。ロックされている。よし。意外にね、も拾えるもんがね、かなりあるね。ぬかコーラゲット。この世はラジオ。インターデイビスの
エンド・オブ・ザ・ワールドです。で、その、ちょっと、なんか違うかな。でも、僕が。トゥルーディ死んでる。俺は何もしてないのに、トゥルーディが。よし。とりあえずだな、いらないものを売りましょう。持ってるものを見せてほしい。持ってるものを見せてほしい。じゃあとりあえずいらないやつ、おもちゃとかもいらないかな。ここら辺もいらないかな。いらないね。ここら辺も全部売っちゃって、いらない。カメラ、いらない。いらない、いらない。ここら辺はもう全部いらないな。サイコはダメ。あ、ちょっと待って。ここで、やった方がいいな。なんか売っちゃいそうだから。いらないね。ここら辺も全部売っちゃおう。ほいほいほい。ほいほい。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 さてと、ラットアウェイ。高いな、おい。ちょっと待って、ラットアウェイとかまだあるからな。サイコジェット、スティンパックもまだあるし。何もいらねえな。あ、そうか、弾売ってる弾。あ、45口径か。よし、全部もらっておこう。全部買って、で、これもいらない。他に売るものは、あるね。ここら辺もいらないな。デッキブラシとトースター、ぬかコールのボトルもいらない。ホットプレート、マグカップが17個もある。いらないね。消火器。これも売って、灰皿もこれ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 も売れい。こんな感じかな。ありがとう。あ薬が欲しいか。品物を見ず、うっ飛ぶやつが。で、こうやって商品売るとね、またこういう感じで売られて、買い戻せるは買い戻せますので。で、よし。さあ、行こうか、こだわず。や。私は用心棒だから、とにかく怒らせないで。わかった？了解です。さて、行きますか。なんかあるかな。なんもないね。お、あるじゃないか。ラットアウェイとタバコの交換と、アルミニウム。ん？空のミルクボトル。売り物の薬なら十分にある。厳密に言えば、治療用のな。なんでそこテーブル拭いてるの、あなた。弾がないから、あ、レベルアップできる。レベルアップだ。てってけてーんと。これね、開けたいよね。いろいろ金庫とかさ。これ振っちゃおうかな。オッケー。オッケー。セーブ中。ということはこれ開けれるかな？お！来たー！難易度が。お、硬い。ふぅ。ちょっと待て。お。オッケー、開いたー。あれ？折れた？折れた。開いたんじゃなくて？難易度は。OK。オープン。おー、弾があるし、ピスト。
トルがあって盗む。全部俺によこせ。城で私たちを止められますか。ああ、これで私も共犯者です。ん？コズワズが呆れ始めているぞ。ラッタアウェイ。そんなコズワズ呆れないでよ。仕方ないよね、この世界は。なんかね、意外にさ、売り物の薬なら十分にある。厳密に言えば治療用のな。すげえ、悪どい話。せっかくだからもう売っていこう、ね、次の町行ったらまたいっぱい盗めるだろうからね。防具系統はほぼ売ったな。あ、ここら辺がもういらないかな。タバコのカートンとブリキ缶、戦前のお金を売って、あ、ちょっと待て。いいや、全部もらおう。じゃあな。よし、行くぞコズワーズ。目標は合ってるのかな、こっちで。あ、いいね、行きましょう。まあ、基本道沿いを、まあ、なんかありそう。よいしょ。タバコの自販機があって、なんもないな。あ、空のミルクボトルがあるぞ。いただき。よいしょ。他には何もない。アイスクーラーにも何も入ってない。おお、びきしょー。何？さてさてさて、この広大な、街の中を。お、開くじゃない。これは開けられない。開けれないだった。おー、びっくり。道合ってんのか。なんか不安なんだが、うん、一応こっちと合ってる気はする。お、間違えるぞ。歴史トン。うー、エラルグール。寝てるのか。ここはやばそうだね。ここは追い飛ばしましょう。なんかやばそう。まあ目標はダイヤモンドシティなんでね。さてさて、何？貴様か。撃てっ！ラトロチ敵対してなかったね、しかも。期待してなくても襲ってくる可能性があるならば、ラトロチに行く。害虫駆除の時間です。あら、すごい、コズワズが戦ってる。
ナイス。じゃあ行こう行こう、どんどん行こう。どん。さっき、ね、このびっくりマーク。さっきちょっと防具がね、いろいろロシア棒が手に入ったから。ダッサ。さて、なんでこれで。走ると AP がなくなるっていうのをね、つい最近知りました。お、周波数を聞いてみるか。これだ。あ、違う違う違う、ちょっと待ってくれ。相方ボタンの操作が、メッセージが自動で繰り返されている。送信距離内の全ユニットに通達。こちらはグラディウス艇。ケンブリッジ警察。ちょっと待って。ケンブリッジ警察署拠点からの撤退を要請します。メッセージは自動で繰り返されている。ラジオオフにして、じゃあクエストの方でケンブリッジ警察に行ってみようかな。よし、じゃあケンブリッジ警察に行きたいと思います。よいしょ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 。近いようでなんか嫌な予感がするぞ。武器変えとくか。ここにしとこう。あ、なんか狙いやすいような微妙な感じだね。警察署が近いな。ここだ。お、撃ち合って。待て。なんだあれは。オッケー。おお。なんかじ、うわぁ、ちょっと待てちょっと待て、車の爆破で死んだ。マジかよ。いやいやいや、いきなり死んじゃった。しかも戦ってないのに死んだからね。うわ、ここからか。ちょっと、小座どいてくれ。あ、くそ。ちょっと待って、いろいろちょっと。これにして、あーん、まあいいや、行こう。もう死んじゃったよ。さてさてさて、じゃあね、ケンブリッジ警察の方にダッシュしていきたいと思います。道は合ってんのかな。
なんかありそう。よいしょ。死んでるな。ラッターウェイ。よっしょ。死んでよかったような、よくなかったような報酬だな。よし、再びラットローチだ。違う違う。腕っ！いや、さっきの物をこれ拾ってないからね。クズです。あ、いるぞ。どういうことですか？頑張れ、コズワーズ。オッケー。ナイス。よし、行くぞ、構造図。もうここ先通ったからな、もうめんどくさい。セーブされてなかったってやつだな。ラッターウェイ飲んどいてと。で、無線、無線と。メッセージは自動で繰り返されている。送信距離内の全ユニットに通達。こちらはグラディウス偵察部隊のスクライブヘイレンです。認証コードこれ切って、クエスト、クエスト。これだ。で、ダイヤモンドシティはちょっと後回し。よし、行くぞ。思いっきりさっきピッピッって地雷の音がしてたんだよな。だから壊したら車が壊れた。今週服剥ぎ取れないのか。こざず。まあ、存分にね、コンピューターというか、そのバディ的なやつをね、使ってどんどん有利に立っていきたいと思います。おお！解除。オッケー。オッケー。戦ってるね。うう、びくしょー。どこで戦ってんだろう。おっ！いるー。足！リローディング。ナイス。うわっ！来てる来てる。早い早い。片付いた。まだいるぞ。ガレットスクエア、かつての活動の中心地でしたが、ガレットスクエア、かつての活動の中心地でしたが、ウルピガレットスクエア、中心地でした。ああ、グールってあれだよね、ゾンビ的な何か放射線があれ食らってなんか脳が溶けちゃった的なこと言ってたやつだよね。不服症。うんうん。お、金庫があるぞ。開ける。折れた。
難しい。おー、ちょっと待って、時間もね、いい感じになってきたんだけど、うー、むずい。これ、大体の場所、あ、オッケー、うん、お、フュージョンセルが入ってる。よし、行くぞ、断らず。こっちか。足、すごいいっぱい死んでるけど。いただきます。物取りが忙しいからね、私は。なんかすごいいっぱいあるからな、いろいろ。よし、上に行ってみるぞ。お、何かある、スーツケース。あ、折れたん。オッケー、素晴らしい素晴らしい。いただいていく。あ、間違えた。いや、違う違う。ね、ちょ、1時間寝るか。戦ってる中で体力は回復。何も入ってない。いただきます。お、いいね。結構何でも入ってるね。お、ここにも金庫が。うーいっす。イエス。おいイエス。そろそろ助けに行ってやろうかどうか悩むところだが、まだ漁れるもんがありそうだからな。お任せ。レジの中には何も入ってない。冷蔵庫はぬかコーラ入ってない。大丈夫か？あ、いや、こっちか。フェラルグール、うお、ビキショップ撃て撃て、そこ、よーし、リロード来てる。素晴らしい、来るぞ。今度は何とかしてくれ。
大丈夫、ことわざ。ことわざ、体力大丈夫？ん？パラディンダンス。え、いや。手助けには感謝する。だがここで何をしている？何者だ？その前に、一体お前は何者だ？時が来れば名乗る。ここに残りたいのなら、まず質問に答えることだ。なんて偉そうな野郎や。個人的なことだ。個人的なことは人に話したくない。ならばもう話すことはない。今すぐ敷地から出るんだな。待て待て待て。待ってくれ。ことわざ。パラディンダンス。パラディンダンス、ちょっと。ここに来た理由を話す気になったか。いい、こういう。内心駆除している。フェラルに困っていると聞いてきたんだ。質問をはぐらかすと、間違いなく追い出されることになるぞ。この近くの居住地から来たのか。サンクチュアリヒルズだ。サンクチュアリヒルズ、コンコードの向こう側だ。地図で見たことはあるが、行ったことはない。あそこには取りに行くものもあまりないからな。もし不審者に見えるとしたら、それはここでの任務が困難だからだ。連邦に到着した時から常に攻撃を受けてきた。これからも協力を続けたいというのなら、ぜひ味方として戦ってほしい。あんたは何者だ？隠し事は嫌いだ。お前は何者だ？いいだろう。BOS のパラディンダンスだ。BOS。向こうにいるのはスクライブ・ヘイレンとナイト・リースだ。偵察任務中なんだが、困ったことに支給品が不足している。上司に救難コールを送ろうとしているが、信号が弱くて届かないんだ。もしよろしければ。続けろ、ヘイレン。警察署の屋根の上にあるラジオ塔を修理したんだけど、十分ではなかったかもしれない。何か信号を強めるものが必要です。目標はアークジェットシステム。そこに必要なテクノロジーがある。ディープレンジ送信機だ。ほう、施設に潜入し、何それ。送信機を手に入れてここへ持ち帰る。あ、送信機が欲しい。 BOS に手を貸すか。正直手を貸したくはないんだが、まあレベルが上がりそうなんで、ここはグズグズしている暇はない。行くぞ。素晴らしい素晴らしい。ということで、ちょっとグールさんからの集め物をして、結構いいの持ってるね。金メッキとかいっぱい持ってるじゃん。結構拾うのも大変だ、フェラルグールたちが。お、経験値ゲット。野球ボール、ドッグタグ。ということで、時間もいい感じなので、ここで本日は終了とさせていただこうと思います。よいしょ。他はないね。はい、ということでね、なんか、なんだ、次のね、ミッションがパラディンダンスと話す。パラディンダンス話してから終わろうかな。ちょっとね、40分ぐらいになりそうなんでね。さてさて、オッケー。ダンスさん。パラディンダンス。移動する用意はできたか。通用してくれるのかい。それとも何なんだ。どうかな。まだだ。いや、まだだ。なら続けろ。やるべき。なんか準備をしろってことで、まあね、一応クエスト行くまでにはね、ちょっと動画外で物資をね、ここの物資をかき集めていきたいと思います。では、またね。